はい、どうもテッシーでございます。動画の移動ありがとうございます。ドラゴンクエスト2、ロンダルキアの洞窟ですね、進めていきます。ここに来るのは2回目ですね。はい、で、右この1層ですね、洞窟の第1層については一番最初に向かったのが右側の階段を上がっていったっていう感じですよね。メタルハンター2階攻撃だと。で、真ん中のここが行ってないですよね、多分。で、右側も結局同じ感じだってのところだったんですよね。ここは、でもこれ一緒ですね。どんななってんですかね。グールさんは、前のダンジョンでも出てきてたんで、そう、ギラやってくんのか。テッシーの攻撃はものすごいいい感じになってますね。もう、イカズチの杖様々ですね。はい。いや、D に一番当たってほしいっていう時には当たらないですよね。OK でーす。じゃあ、あとは力の盾で回復しつつ、倒しちゃったかな。オッケー。まあまあいいでしょう。お、鎖鎌はいらない。お金にはなるけどね。薬草をもうどんどん使っちゃいますからね。結局宝箱あるんで、こんな感じですかね。鎖鎌。おっと。なるほど。そういうパティーンですか。パティーンって古いっすけどね。ベビル気づいてないと。じゃあちょっと一回ここで回復、いや、攻撃して次のターン回復させてもらいましょうか。いやー、そっちじゃないんだなー。イカズチは効かないか。じゃあプリンは防御かな。まあ1体になればそこそこ。いや、でもベビル効いた気がするけどね。もう効きますよね。はい、 OK、 ノーダメージ。一番いいパターンです。パティーンは古いですね。これうわー、こいつらはちょっと逃げます。ダークアイはね、 MP 削ってくるんで。ガルナイト、これも厄介だね。厄介なんですよね、これも。ベギラマ本気出してきましたね。やっぱこっちもベギラマ使うけ。うわー、ベビル効いてない。よし、全部入った。とりあえず全部入ったと。だけどやばい。まあちょっとベギラマしかないか。で、ベホマ。よし。やばい。くわー、なかなかやね。ちょっとプリンは防御。一体これ倒せますし、OK。また前回の動画と同様ですね。救急車がすごいですね。なんかどっか行ってどっか帰ってきたんでしょうかね。すみませんね、皆さん。これは薬草2つ使っちゃって回復します。あ、でもこれで、そうですね、
薬草が意外に回復ポイントが高いっていうのが一つポイントですね。ポイントがダブルポイントになっちゃいましたけど、トヘオスの効果が今なくなったと。まあまあこれ、うわー、ダークアイ眠っちゃった。もうこれ本当に逃げるしかないですね。ダークアイさんはちょっとうわー、3体か。これ逃げられなかったらもう死ぬしかないですから。マホトーン効くのかな。効かなさそうですよね。C オッケー、普通の攻撃をしてくれるのが一番ありがたい。もう回復回復でね、スケさんは回復に徹するとね。いいね、スケさん力は先、オッケー。まあこれは攻撃しちゃいましょう。プリンは防御で、まあまあまあオッケー。お金も結構入るのでね、そんなに無駄はできないですし、全滅だけは本当避けたいんですよね。ここはよろしくない。ここはダメパターンか、もしかすると。これダメですね、ここなんかダメですね、ここは。いやー、もしかして帰れない。あ、帰れる帰れる、よかった。上と下か、もしかすると。あー、違うね。いやー、勘弁してくれ、マヌーサで勘弁。いやー、ちょっと、うわー、ほら、マジかこいつら。くわー、31も奪われた。きっ、ここはダミーか。全然ちゃうとこ出たぜ。マジか。あれ？ん？あ、まだ気づいてない。いいっすね。いや、気づいてなかったらとりあえず攻撃先にねかましといて、くらえ、くー、でこれで力の盾でっていう感じですね。わー、意外と HP あるな。全然効かない、イカズチが。まあテッシーに全部攻撃いってくれたのはありがたいですけども、回復しときましょうか。いや、もう鉄心狙いですねこれ。やばいっすね。まあいいんすけど、いいんすけど。うわー、鉄心しか狙ってこない。こいつ正々堂々としてやがる。でもう薬草はもうないのかな、もしかすると。おお、かわした。さすがにもうあんだけ攻撃されれば避けられると。さすがのテッシーも。薬草はもうないですね。いやー、ちょっとここね、最初のとこなんですよ。なのでちょっとダークアイ、これ一匹だったら大丈夫かな。
よし、一撃、助け呼ぶんかいこいつ。そういえば助け呼んでたな。そういえば、おお、ノーダメージ、いいですね。ここの2番目、あれ違いますね。ここに階段があるはずなんですよね。出たメタさん。この2人はもう防御しかないですね。それでちょっとでもダメージを減らして、テッシーが眠らなければいいんで。あー、スケさん寝ちゃってるな。うわー、かわされた。目覚ました。じゃあ力の盾で防御とか。はい、まあ一匹倒せたんでね。あれおかしいですね。これずっと右行ったらどうなんだろう。戻っちゃいましたね。ここの下に階段があるところが一つあったんですよね。ないのかね。あ、ほらほら、あったあった。ダークアイ、ダークアイさん頼ますせ。テッシーが先に攻撃、オッケー。ちょっと一回力の盾で貯めておいて、いいね。ルカナ、しかし遅いわ。こっちが先入れる。うわー、ちょっと切ない。まあ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 、順調にね、順調に。ここから左の上ですよね。前回ね、前回か、あの左右左ってどんどん言ってたんで、ここがガーゴイルとオークキングがめっちゃ出るとこですよね。力の盾でプリンは防御しておきますか。いいね。スケさん大丈夫かな。これが最後、もう一番上行ければ多分ここですね。行ってないのが、おお、ほらガーゴイルと言ってるそばから出てくるっていうね。おお、一撃で倒せなかった。おお、いい感じ、いいチームプレーですね、お二人。しかし倒す。あ、これも攻撃で OK です。ボンと OK。テッシーも結構素早さ上がってきたのかな。先に攻撃することが多いですよね。お、階段があります。ここにその命の紋章があるっていう情報なんですけれども、どうなんでしょうか。入った。ベホイミはもはや遅いと、まあ遅いというかね、あの一人だとね、どうしても回復は間に合わないですからね。でも今テッシーとスケさんの攻撃で倒れなかったのは見事ですね。
へい。お、また。ひえー。やりまんがな。下にありますけど、なんか落とし穴ありそうだな。ほら、出た出た出た。わ。これですよ。奥さん、これですよ。これ、地下1階、こいつらありえんだべ。マジか、これ。ちょっとバーサーカー倒しますね。三日月の杖、効くかね。あ、やばい。へえ、まあ、バーサーカーは倒せるけどもね、全部効かないよね。よかったよかった、マジよかった。今のはベホマはどのぐらい使うの。8。まあでも使っときましょう。マジ良かったわ今のは。もう地下落とされてから全滅って言ったんじゃねえ。あれ、こんなとこにも、くー、もうこのレベル、やっぱりそう、うわ、先手取られたんじゃもうこれ勝ち目ないですね。あー、ちょっと何の成果もなしに終わるかな。終わってしまいそうな。なるほど。ふう、これは、これは、これいかんですよ。いかんぞ、これは。うぃー、すけさん。これはいかんですよ。力の盾、すけさん、力の盾先。オッケー。理想のパターンです。ゴールデンパターン、これはいかんです。つー、これはダメ、これはダメ、ちょっとやばいな、やばい。うわー、ちょっとやられましたね。してやられたね。これで、ちょっと出口が、あー。あー。これ最初の落ちたとこと違うとこだわ。これ全滅しますね、多分。さすがロンダルキアだわ。キメラの翼持ってきてねえわ。うわ、出た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 、出ました、ロンダルキアのシルバーデビル。お、1回行動か、1回行動ですね。あー、逃げらんねえのか、これ。もしかして、そんなことないと思うんですけど。くわー。キメラ持ってきてねえっすもんね。これ、詰んでますね。しかも、一歩で出るっていう、うわ、うわ、うわ。あー、
ダメですね、これは。一撃。これはさすがにダメですわ。うわうわ、ちょっ、そうですよね、もうダメですね。ここはロンダルキアにはまりましたわ。はめられたわ。やばいですわ。ロンダルキア、ロンダルキア、いやー、ロンダルキア、ロンダルキア、落とし穴がどうするかって感じですけども、ロンダルキア死んでしまった。死んでしまうとは情けない。もう一度気を与えよう。あー、7000。くー、悔しいな。もうあの時点、もう結構前の時点で詰んでたっていう感じですね。とりあえず機械出せまして、ふう、まあちょっとここまで来たらお金もそんなにねないんで、あ、宿屋泊まんないとダメですか。さてどうしたもんだか。ちょっと薬草を買って、なるほどですね。あ、鎖鎌売りますか。鎖鎌いらないと。OK です。いやー、一人の生き返らし代にもならんですね。いや、もう売るもんはないで。世界中の歯を取ってくるのか。とりあえずキメラの翼を持たせてあげて、テッシー1個持って、世界中の歯取りに行きましょう。あと僕は福引き券は大丈夫っす、大丈夫っす、大丈夫です。テッシーが多分一つまだ空いてますよね。1,2,3,4,5,6,5,6,7、大丈夫ですね。スケさんはもう空いてないと。まあ、とりあえず行きますか、これで。ちょっともう一回武器、あら。うわぁ。大金づち。魔導士の杖は今持ってますもんね。違うか、イカズチの杖でいいのか。そうですよね。いやー、ちょっと世界中の歯を取りに行ってっていう感じですね。さすがやわ、ロンダルキア、やりおるわ、やりおるわ。トヘロス、ふう、トヘロス、トヘロスやったやんけ。
プリンの防具、ミンクのコートは高いしな、時期もいいしな。どこでしたっけ。あーと、そっか、どうやって行くんやろ。ここら辺かな。こっち歩いていけばぶち当たるのかな。ずーっとベキラまで、いやいやいや、意識なくなったとか。誰が意識なくなりました、さっき。テッシーか。ケイ、ちょいちょいちょい、うっす、ご苦労様です。お、レベル上がった。お、テッシーですね。669。テパの村もう一回行ってなんか武器見てこようかな。どうしようかな。ちょっともう絶望状態みたいな感じなんですよね。いや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 、あそこ行って多分あの洞窟のですよね、抜ければもう結構いい感じな感じで。東なんもないですかね。あ、西か。西向かってるけどなんもなさげ。あ、でもあ、いいんじゃないですか。ここの下ですよね確か、世界中は。違いましたっけ。確かここの下なはず。ほらほら、あった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 、よかった、あざーすと。じゃあちょっとルーラーで戻って、いや、もちろんもう一回行きますよ。もちろんもちろん、もちの論ですよ。で、トヘロスとドラマナを使ってと、止まると。で、ああ、そうしましたらね、次回また再度挑戦ロンダルキアしていきたいと思いますので、動画は一度ここで切らさせていただきます。それではご視聴いただきありがとうございます。テッシーでした。失礼いたします。